ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいよる先生の今週の一発予想。こんばんは。こんばんは。ちょいよる先生、台風で帰ってこれないという。そうですね、今日福岡で、はい、ちょっと足止めらしきものを送ってまして。皆さん大変ですよね今日ね。大変ですね、まだ福岡空港ですか？いや、なんか飛行機見つかったというか乗れるみたいで、でなんかちょっと帰ってくるって言ってますけどね。大変ですよね。でもね、多分込み込みですから。また来てますよ次の台風ね。10号がなんか下の方で停滞して、そうそうそう、はい、畳みかけるかのように。そうですね、ちょっとなんか為替相場に似て面白いなと思ってますけど ねちょっと気になる為替相場、今週も、ちょいわるジュニアさんの川島さんに行っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。まずね、先週の出来事ですね。はい、ドルもこれ100円またね、行ったり来たりですごい、先週先々週ってすごかったんですけど、はい、まあ、出来事としてはほとんどアメリカです、うん、もう先週も先々週もドル中心なんですよね、はい、皆さんの場合はほら円高になるとちょっと、ね、旅行とか少し安く行けるんで、いいと思うんですけど、はい、発言としてはですね、まずこれ16日火曜日ですね、ダドリーさんっていうニューヨーク連銀総裁が、はい、まあ、9月の利上げはどうですかと、はい、ありますかありませんかって聞かれるところ、いや、ありえますよっていうところでドル高になって、はい、でその2日後の18日の FOMC で、はい、まあ、これもしかしたら利上げの方向の内容が盛り込まれてるかっていうのがなくて、うん、結局がっかりでドル安、うん、行ったり来たりで、まあ、土日ですけどね、うん、黒田日銀総裁がこれ産経新聞かなんか の, インタビューに答えて、はい、次回の9月の日銀会合では追加緩和しますかとか、うん、まあ、これはしますと、まあ、するという選択肢あるでしょうというような形でかなり強い発言、はい、で、まあ、昨日ですね、フィッシャーさんって FRB の副議長、うん、この方が具体的利上げの時期言及なしもっていう形で、うん、結構イケイケの宅派の発言をしてるんですよ、うんうん、でそれによってかなり動いてる、うん、アグレッシブな感じで。そうなんですよね、うん、だから結構上下激しいんですよ最近、うんうん、だから皆さんドル高ドル安どっちが本当なんだって結構迷ったと思うんですけどね、うん、チャート持ってきたんでどんな動きしてるかっていうのはこちらでご覧いただけると思うんですけど、はい、そもそも12日の金曜日にアメリカの GDP が相当悪くてですね、これびっくりするほど悪かったんですよ。でドカーンってあんな落ちないですか普通 GDP、ね、うん、1円ぐらい落ちるんですけどね、それで101円、うん、でその後にドーンと落ちて100円割れたと。でこれが夕方、日本時間の夕方ぐらいだったんですけど、もう慌てましてね、うん、ただその後にダドリーさんが高発言でこう守ってくれて、うん、わーって101円ぐらいもの戻ってきたなと思ったら FOMC 議事録悪い、うんうん、でその後今日ですよ、今日要人発言は逆にいいってことで今また100円の後半、101円手前ぐらいまで、うん、まあ、今の値段はちょっと分かんないですけど、うん、そういった形まで来てるって、もう行ったり来たり忙しいんですよ、100円割れたり割れなかったりっていう形。うーん、伊沢さんどっち行くと思いますかこれ。僕はね、上に行くじゃないですか、102円とか3円とか。アンジーはどう思いますか。うん、私行くと思うけどまた下がったりして、うん、結局このなんか不安定なしばらく続く感じが。そうでしょうね、なんかこう混沌としてね、方向感がないというか、うん、なんか皆さんヒントがないような感じだと思うんですけど、でも基本は、はい、ちょいわる先生がよく言っているやっぱドルは強い。そうですね、強いドル、うんうん、だからドル円で見るとですね、うん、こう下がってるんですけど、じゃあ他の対ドル、ユーロドルとかポンドドルとか、はい、うん、いわゆるドルインデックスって言うんですけどね、別に円に対してだけのドルじゃないんで、うん、いろんな通貨から見たドルっていうふうに考えるとちょっと強くなってくるのかなと、うん、いうのが出るかなというふうに思いますね、うん、だって欧州がやっぱりいい材料あんまりないですもんね、うん、ないですね、悪い、うん、欧州本当悪いですよ、うん、あとオセアニアとかどうですか。オセアニアもまああんまり良くないですね今ね、うん、オーストラリアとニュージーランドは両方とも今利下げしてましてね、うんうん、まあ、日本もそうですけどマイナス金利って言ってますけど、もともと今銀行さんとか行って高金利通貨どうですかって言われて、大体オーストラリアドルを勧められるはずなんですよ、うん、これが今本当に金利が減ってしまって、うん、全盛期の3分の1ぐらいしかないですね今、うんうん、
だ旨味がねあんまないですよね今。うん、となるとだって選ぶの最終的にドルしかないですもんね。そうですよ、ドルは今利上げしますから、うん、だから本来ドル上がらなきゃいけないんですけど今現在そうですよね、そうどうですかって言うと円高ドル安なわけですから、だそれを考えるとやっぱり1ドル100、まあ、4円5円っていくんじゃないですか ね、そのぐらいの、うんうん、だから目先のこの動きを取るか、うん、その長期的な半年先、はい、1年先っていうのを見るかっていうのでまた違うとは思うんですけど、うんまあ、僕らこう毎週毎週来てですね、あの毎週毎週の予想しなきゃいけないんで、うん、その辺ちょっと今日は用意してみましたけど、うんあの今週もねイベントがいっぱいあるんで、あのこれヒントになると思うのですね、はい、こんな感じです。うん、もう今週も要はもうアメリカです。うん、今月いっぱいアメリカ中心ですね、うん、で特にこ の最後のイエレン議長の講演、うん、これあのジャクソンホールの経済シンポジウムっていうのがありました。これか毎年やってるやつ。そう、うん、ああよく覚えていただいて、覚えてます覚えてます、これ教わりましたもん3年ぐらいやってますもんね、うん、年に1回。そうこれ相当重要で、うん、要はこのジャクソンホールってまああの次の、ね、資料もちょっと見ていただきたいんですけど、こんな感じ。ジャクソンホールってまあ地名なんですよね、うんうん、あのなんか会館の名前みたいな思うんですけど違うんですよね、うん、地名で毎年開かれるんですけど、主要国の中央銀行幹部、うん、あの総裁とかですね、あと経済学者が参加して、うんまあ、あの討議をすると、うん、あの一部で言われているのはこれあの国際公約と同じ重みを持つと、うん、ここで発言したことはですね、うんだからあの必ずやんなきゃいけない、はい、言ったことはそれは相当為替に影響を受けますよね。受けますよ、だってここで言われたらだってやんなきゃいけないんですもん、うん、そうですよね、うん、じゃあ他で言ったらやんなくていいのかってことになるんですけど、うんうん、まああの偉い人はやっぱり喋ることですごい気をつけてはいるんですけどね、うん、あの要は低いところであのこう平均台渡るか、すごい高いところで平均台渡るかで、うん、緊張感重みが全然違うんですよ。あそうですね、相当違いますね。すっごい分かりやすい。分かりやすいですね。同じなんですけど、やってることは。ここで平均台渡ったら全然別に余裕だけど、同じ高さはね、500m のところで平均台なんですよ。そんくらいの重みがあるんですよ。うんだから、まあ、あの去年はイエレンさん逃げて参加しなかったんですよ、うん、なんか分かんない、風邪ひいたかなんか知らないんですけど、今年はもう6月ぐらいからこの会議は参加しますって言ってて、うんまあ、あの何らかしらのメッセージが出ると、うん、でさっき言ったようにあの副議長 の、うん、あのフィッシャーさんっていうのはかなりあの高派寄りの利上げに向かった発言をしていますから、うん、副議長がですねあのそういう発言をしてるのに、うん、まだ5日ぐらいしか経ってない時に議長が違う発言するわけないですよね、うんうんうん、同じ会社の副社長がやるって言ってるのに、うん、社長がやらないって言ったらおかしいじゃないですか。おかしいですね、アメリカなんだって。そうですね、うん、ですので、まあ、今回のジャクソンホールはもしかしたら多角的な内容が出れば、うん、一気にどれだかっていう可能性が、うん、この金曜日なんですよ、うん、これメインイベントで考えてるんで、うん、年に一度ですからね、そうですよ、ねこれがすごいですね、うんうん、でまあ他にも結構あの、1個すみません資料戻っていただいて、うんまあ、気になるイベントもあるんですけれども、明日黒田日銀総裁のこれ挨拶ですね、うんあの前回の7月29日 の、 あの会合で、うんまあ、正直あの空振ってすっごい円高になったんです。あの時も100円1回割れてるんですけれども、うんその時もうあの黒田総裁の会見で、うんまあ、結構な質問がありましてね、うん、黒田総裁も用意していたコメントがあの総括的に検証しますと、うん、よく分かんないですよね。総括的な検証、うん、どういう意味なんですか、うんうん、全然意味わかんない、うん、要は次の次回会合にてですね、うん、経済物価動向や政策効果、今の政策がどういう経済に効果を実際に与えているのか、うん、それについて総括的に検証を行います、うん、って言ったんですよ。意味合いとしては、まあ、全体考えますよみたいな、うん、そんな感じなんでしょうかね。そうなんですよ。だから総括的っていうのは、まあ、まとめをするっていう意味ですから、うん、結局じゃあまとめてあのじゃあ今回の政策を終わるのか、うん、それともあのまとめた上で新しい政策を打つのかって、うん、どっちのも取れる内容で、まあ、市場は、うんうん、なんか新しい表現出たけどどっちだろうみたいな、うん、まあでも大きく変わる可能性があるんだなということが秘められてるわけです、ね、これはもう約3週後4週間か後なんですけど、うん、9月の20日21、うん、ここに注目は集まるんですけども、まずは目先 の、うん、あのジャクソンホール、
はい、うん、これ相当重要ですよ、うん、黒田総裁の気になるなそれ明日ね。でも明日ね多分はぐらかすっていうか、うん、あんまはっきりしたことは言わないと思うんですよね、うん、その総括的にっていうことの具体的な説明が出るかどうかなんですけど、うん、まあ、私はここでは出さないと思うんで、うん、うん、ちょっとね空振ってからのジャクソンホールかなと。空振ってからのジャクソンホール、そうそうか、そう、じゃあドルの動き要注目。そうですね、うん、だからもう今日の一発予想もですね、はい、あのちょっとドル絡みで持ってきましたんで、ちょっと早速いただいてよろしいですか。はい、はい、じゃあ行っていただきましょうか。はい、人気者ちょいワル先生のジュニア川島さんの今週の一発予想はこちらです。ポンドできましたか。そうです、だからドルと何を絡めようかっていうところしか考えてないんですけど、うん、今回ポンド絡めます。あのちなみにこれいつの写真ですかこれ。これね、あの恥ずかしいんですけど毎回聞いてますね。すいませんね、あのだいぶ前のやつですね、ちょっと、うんうん、今度撮り直してきますね。七五三の写真違いますよ、ね、そんな前じゃないですね、5年ぐらい前だと思うんですけど、5年ぐらい前、はい、うん、ね、川島さんこう見えてもね、はい、お子さん何人いるんでしたっけ。3人いますね。3人いるんですね、うん、子供が今度七五三ですから。子供が今度七五三、うん、お父さんも一緒に七五三。違いますね、違いますね、うん、声がドルか、そう、これはいいですよ。だから、うん、まあ、先週にですね、イギリスの首相が、はい、もう来年の春ぐらいまでには、うん、この EU 離脱の話ちょっと進めるみたいな形で、うん、今そのどこまでにこの EU 離脱の話が進めるかってなかったんです話、うん、それによってちょっとチャートもご用意したんですけれども、うん、かなりポンド安がやっぱ進んでます、うん、あれがもうブレグジットの6月24日、忘れもしない、うん、私の誕生日ですよ。大変な暴落。そうだそうだそうだ。そうでしたね。大変な暴落が起こって、うん、でそこからなんか全体的に戻ってきたイメージあるんですけど、うん、実はイギリスはドル建てでですよ、うん、ポンドはドル建てで全く戻ってない、むしろ安値を更新している最中なんですね、うん、頭重いんです今。円建てで戻ってきてるんですか。円建てはちょっと戻ってきてるんですけど、うん、でも円建てでもちょっと形は苦しいんですけど、うん、今はやっぱりドル建てで考えていただいた方がストレートにチャートは綺麗ですね、うん、今これドル建てで考えると、うん、なんか未だにこの下降トレンド、うん、そうだからこれ下突き抜けるともうさらにいきますから、うん、でとにかく EU 離脱のっていうのは実質経済にダメージですからね、はい、今先送りで全然こう材料にされてなかったんですけど、うん、ここに来てそのメイ首相っていうのが結構進んだ発言してますから、うん、まあ、そうなってくるとこうちょっと実質的に織り込んでこないといけない、うんうん、そうするとまあドルが高くなる、要はポンドドルが落ちるんですけど、うん、まあ、ユーロドルポンドドルいろいろ考えたんですけど、ポンドドルが一番ストレートだろうというところで、うん、見てますかちょいワル先生この予想を ね来週どう評価するか、はいはい、うん、でも上がる要素はあんまり感じられないですもんね。そうですね、うん、で本当は先生も先週そういう予想をされてたんで、はい、先週か もちろん当たってるんですけど、うん、まだまだ続くんじゃないかと、うん、序章に過ぎないんじゃないかというふうには思ってますけどね、はい、うん、ちょっとどうなるか不透明ですねイギリスがね。そうなんですよ、だから不透明なものっていうのは我々がしたらご質問で、うん、分かってるのは動かないんですよ、うん、これからどうなるのっていう不安材料がポンドは どんどん売られる材料にどんどん変わってくる、うん、だからそこにお金をかける価値があるわけですよね。不安材料から売られるわけですもんね。そういうことです。株も為替もね、うん、みんなそうですね。分かってしまったらもうそれは後のことなんでね、うんうんうん、でまだ起こる前っていうのがやっぱりそこにかけないと意味ないですね。なるほど、うん、今後に注目してください。ポンドドル、ポンドドル、ポンドドルね、はい、OK、うん、でご案内、はい、今日は今日ですね、ちょっと山梨甲府でやらせていただくと、はい、我々がするとちょっとね初の試みなんですね、この辺りは。あ、初めてですか山梨県。そうなんですよ、うん、正直まだあんまりお客さんがこう開拓できてない土地なんですけど、うん、勝負だと思ってですねちょっとやらせていただきます。うん、結構日本全国ねあちこち行ってる感じしますけど山梨初めてなんだ。結構ね穴があるんです。あと鳥取とかもやってない。あ、なるほど、鳥取、ね、鳥取詳しい人今日一人来てますけど、ね、ね、鳥取ほらポケモン GO がなんかね。あ、そうそうそう、鳥取だけでちょっと行きたいなと思って。あ、やってますからね川島さんもね、ここにね、うん、山梨の方ねぜひちょっと来ていただいて、はい、ぜひいらしてください、はい。私のセミナーなんですよこれ、山梨のセミナー。うーん、こちらです。9月の3日土曜日山梨甲府で、これ申し込みはお電話、お電話もしくはホームページ、はい、からよろしくお願いします。山梨甲府参加費無料の
限定15名です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今週も、人気者ちょいワル先生の一発予想のコーナーでした。川島さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。一旦CM です。